昨年、県内の高校で初となるグローバルギャップの認証取得を受けた南岩高校で22日、ギャップ学習会が開かれました。南岩高校では昨年、グローバルギャップの認証取得を県内の高校で初めて、また柑橘類を取り扱う高校としては全国で初めて取得しました。ギャップとは、グッドアグリカルチャープラクティス、適正な農業の実践の頭文字を取ったもので、それを証明する国際基準の仕組みを言います。22日は県教育委員会が実施する地域産業スペシャリスト育成事業の一環として、ギャップ認証取得に向けたギャップ学習会が南岩高校で開かれ、北岩高校の生徒も参加して講演と農場見学が行われました。講演には八幡浜市で農業生産法人株式会社宮本オレンジガーデンを経営する宮本康邦さんを講師に迎え、ギャップの具体的な実践内容やギャップ認証取得後の考え方や作業への取り組みなどで変化したことなどを自身の経験を踏まえながら講演を行いました。北川高校ではグローバルギャップを活用してないので、今日学んだことを生かして北川高校でもグローバルギャップについてちょっとずつ学んでいきたいと思いました。物の整理整頓や桑のところにあったような名前の表示などをしてみんなが分かりやすいようにしていると思いました。このような事業を通じて国際的な知識を身につけた若者が農業生産者となり、地域農業を牽引していく立役者となってくれることが期待されます。